ソフィア・コッポラは、アメリカ合衆国の映画監督、プロデューサー、脚本家、女優、ファッションデザイナー。2003年公開の、ロスト・イン・トランスレーションでアカデミー脚本賞を受賞した。ニューヨーク州ニューヨーク市出身。映画一家に生まれ育つ。父親は、映画監督のフランシス・フォード・コッポラ。母親は、セットデザイナーで後に監督デビューもするウェレノアニール。 祖父は、音楽家のカーマイン・コッポラ。俳優のニコラス・ケージ、ジェイソン・シュワルツマンはいとこに、女優のタリア・シャイアはおばにあたる。兄弟に、ロマン・コッポラ、ジャンカルロ・コッポラがいる。カリフォルニア芸術大学で学んでいたが中退し、1995年に、幼少時代からの友人であるステファニー・ハイマンを、パートナーにファッションレーベル、ミルク・フェドをスタートさせた。映画、 ゴッドファーザーでは、洗礼を受ける男の子として入児期に出演している。ゴッドファーザーパート3では、体調不良で降板した、ウィノナライダーに代わり、主人公、マイケルの娘を演じた、結果、第11回ゴールデンラズベリー賞で、最低女演女優賞と最低新人賞を受賞した。ティム・バートンが、初期に監督した、短編映画、フランケン・ウィニーには早くで出演している。 1998年に短編映画、リックザスターを監督。翌1999年、バージンスーサイズで長編デビューし、注目を集める。2003年、ロストイントランスレーションでアカデミー一脚本賞や、ゴールデングローブ賞脚本賞、セザール賞外国映画賞などを受賞し、評価を高める。2010年、サムウェアで、 第67回ベネツィア国際映画祭の金字子賞を受賞した。ガーリーカルチャーを語る上で欠かせない存在であり、女性ファンも多い。映画のサウンドトラックが好評で、音楽的なセンスの評価も高い。ロスト・イン・トランスレーションでは、マイ・ブラッディ・バレンタインを取り上げたことでも知られる。マイ・ブラッディ・バレンタインのボーカルのケビン・シールズや、ソニック・ユースとは、個人的な信仰がある。 また、ケミカルブラザーズ、ビースティ・ボーイズらのミュージックビデオに出演、ホワイト・ストライプスのミュージックビデオの監督も務め、デビュー当時無名だったザ・レディオ・デプトを見出すなどしている。映画監督のスパイク・ジョーンズと1999年に結婚したが、2003年に離婚。クエンティン・タランティーノとの交際を経て、フェニックスのボーカリストであるトーマス・マーズと交際。 2006年11月28日にジョジオ、2010年6月25日にジョジオ出産。2011年8月27日、イタリア南部の町ベルナルダでマーズとの結婚式を挙げた。映画界では、アレクサンダー・ペイン、ポール・トーマス・アンダーソン、ウェス・アンダーソン、ゾーイカサ・ベテスラ同世代のクリエイターたちと親交がある。ありがとうございます。